出て行け。ここは法律事務所、桐島レスト先生だ。退職金を騙し取られたということですか。あれは妻とも夢で。法律は社会を守るためにある。人を守ってはくれない。でもそんなの間違ってます。どこにだって地獄の穴は開いてる。お願いです、働かせてください。桐島んとこなんかいないで、うちに帰んな。問題刑事、悪徳デカ。 NPO 絡みはうさんくさいのが多いですから。詐欺師の常套手段だ。竹本を殺してやりたい。正義の味方気取ってるとやけどするぜ。私は認めませんよ、桐島烈夫。これはただの金じゃない。あんたを出し抜こうとしてんじゃないか。2億、もっと派手にやりましょうよ。人の人生狂わして笑ってるやつなんか死刑だ。地獄に落ちろ。宇田川さん、なんで私がこんなこと。人目にかかるぞ。